こんばんは、お久しぶり。もうごめんなさい、ずっとできてなくて超久しぶりですね、この配信。申し訳ないです。26日ぶりか。めっちゃ久しぶり、ありがとうございます。すいません、もうずっとできなくてすいませんはい、いやそうですね、久しぶりです。本当に嬉しい、久しぶりにできて本当に嬉しいです。すみません。はい、4月ですね。ななみちゃん、なんか嘘ついた。ああね、なんかエイプリルフールみたいですね、今日は。特に嘘ついてないですね、私。今日は嘘ついてないんですけど、全然。はい。何これ、何このハートのクマ、ありがとう。かわいい、すごいかわいい。わあ、イースターのギフト、かわいい、ありがとう、嬉しい。卵入ったね。13日公演、あ、そうなの、公演日程発表されて、そう、私出ます。13日か、13日に2公演出ます。はるか村とサメカツナ。わあ、え、かわいい、このギフト、何これ、超かわいい、ありがとう。ぜひ13日皆さん来てください。私も久しぶりに公演なので嬉しいです。あのね、すごいよ、13日のはるか村めっちゃ楽しくなる予感。はい、今日誕生日、あ、おめでとうございます。すごい、4月1日か、いいね。いや、私もね、私のお友達が、まあ、かわいい。そう、私のお友達が4月1日がお誕生日なのよ。そう、4月1日ってすごいよね、新年度。そう、4月1日、ててそうそう、すごいんだよ。そう、4月1日と2日で学年が違うんでしょ、すごくない。そう、そのお友達、私の1個上なんですけど、もしじゃあ そのお友達が2日だったら、4月2日生まれだったら、え、私と同い年だったって、同じ同学年だったってこと、どういうことだ、ちょっともう頭が働かないんですけど、ね、なんで4月2日からなんだろう。あ、そういうこと、じゃあなんかすごいことだね。そうなんだ、1日違うだけでこう先輩なんだね。じゃあそうなの、すごくない、なんか1日に何の違いがあるんだろう、結構気になります。いや、本当に久しぶりすぎてちょっと嬉しいな、何から話したらいいんだろう。はい、明日はおしゃべり会です。明日はね、皆さんお待ちかね、お待ちかねかはちょっとわからないんですけど、制服を着ます。なぜか今日あれだね、制服着てるメンバー多かったから、私もちょうど明日制服着るのでよかったです。ぜひぜひ、なんか匂わせメール、あ、メール来た。そう、あのね、すごく私も今日知ったんですけど、すごくね、嬉しいお知らせが、嬉しいお仕事がね、来ました。
はい、とても嬉しいお仕事が来て、まあ明日には発表できるかなと思うので楽しみにしててください。もしかしたらあれだね、あのおしゃべり会で話せるかもしれないですね。そう、明日のいつかはちょっと分かんないです。はい、そう今日知ったの、うん、明日情報解禁できそうです。うん、楽しみにしててください。嬉しい。かえりちゃん、あ、かえりちゃんのやつとは、かえりとのやつはまたあれだよね、ガタログはまだまだ先なんですけど、そうそうそう、それとは別ですね、また、うん、ギフトありがとう。制服どんなのだろう。制服ね、ちょっと待ってね、フォローしました、ありがとうございます。わあ、卵ありがとう。いや見せないよ、もちろん内緒です、まだ。はい、内緒なんですけど、今開けるっていうね。あ、すごいアップだった、ごめんね。結構前から届いてたんだけど今開ける。おお、これちょっとあのお洗濯しますかわいいじゃん、いいよいいよ、楽しみ、うん、いい、かわいいかわいい、うん、かわいいです、これ。うん、こういうやつなんだ、かわいいよ、かわいい系ですね、うん、うん、うん、しっかりしてんな。楽しみ。みんな制服だよ明日。ちょっと私も楽しみになってきた。いいじゃんいいじゃん、もうコスプレだけどさ。うん。帰りのように星はつけ、何それ？何つけてたの帰り？うん。いいよ、かわいいよこれ、めっちゃ楽しみ着るの。みんな明日楽しみしてて、もう来てくれる明日、こりゃかわいいぞ、みんなかわいいよこれいいよこれ、うん、そう制服あの着れるの嬉しいです。はい、制服もねずっと着てないので、うん、でもね、誰めっちゃ前にあのあれか、あ、ポンコツの MV 撮影の時制服着てたんですけど、そう、その時に衣装さんかヘアメイクさんに、あの、いやまだ全然現役に見えるよって言われてすごい嬉しかったんです、うん、そうそうそう、全然もう、もう22ですからね今年そう、制服楽しみ、かわいいねこれ、本当にかわいい、これいいよ、みんないいよこれ、楽しみだよすごく、うん、いいね、楽しみだわ、みんなお楽しみに、うん、かわいい、これ超かわいい、これこれにしてよかった、うん、明日一日制服だよ、だから朝から夜まで制服だから、もう皆さんいつでも会いに来てください、いつでも制服着てます、うん、
制服ディズニー行きたい。行ったことない制服ディズニー。まだまだ現役大丈夫大丈夫かな大丈夫。昨日のエンジのパーク、あそう昨日のあの門さんの卒業公演で2期生と門さんでペダルと車輪と来た道とをやらせていただいたんですけど、そこのその時にあそうじゃん、私昨日制服着たじゃん。そうだわ、パーカーだった、パーカー、あのパーカーコーデだったんですけど可愛かったあれ、うん、いい曲だよね。私あの曲知らなくって、そう今回の卒業公演で披露するにあたって初めて知ったんですけど、うん、STU さんめっちゃいい曲、黄金世代の MC 面白かった、よかった、わかる、あの MC めちゃくちゃ楽しかった。やっぱみんな面白いわ、ゼロゼロラインの皆様は面白いです、うん、しかも人数も多いのでね、これからなんかあのみんなでなんかやってきたらいいなって、これからねいつか、うん、そうなの、ゼロゼロラインの門さんがね卒業されてもう本当に寂しい、うん、愛の色とてもよかった、愛の色そうなんですよ、昨日愛の色を本当久しぶりに私の公演デビューの時以来に、逆上がり公演以来に以来の披露だったんですよ愛の色。めちゃくちゃ、しかも衣装もあのまま着れて、そう当時思い出しました、私あの曲であの劇場デビューしたのでユニットね、そうすごい思い入れのある曲だったんですよ。でしかもねまたこう門さんと一緒にできたっていうのがとっても嬉しかったです。そうそうそう、よかった、できて、あの曲すごく好きだから、うん、愛のストリッパーよかった、ありがとう当時 JK だよ、そう愛の色やってた時 JK だからね私、すごいわ、うん、そうだね、いろんな衣装着れましたね。愛のストリッパーも成人公演以来であの曲またできたのも嬉しかったし、うん、そうすごくよかったです。バイバイバイ、あバイバイバイもねやったからね、そうそうそう私じゃなかったんですけど、うん、そうあと永遠プレッシャーとかも初めてやったり、そうそういろんなね門さんの選曲の選曲全部いい曲ばっかりなので、そうわかる、セットリいいセトリだった、そうなんですよ、もうね門さんが考えるセトリってすごいのよ本当に、うん、カドさんっていう感じの、うん、よかった、できてよかった、うん、そうそうそう、だるまありがとうね、アフタレインもよかったね、うん、よかったです、なんとかね、新規の曲が多くって、そうそうすごいね心配だったんですけどなんとかいけました、うん、そうで3月の後半からすごい結構いろいろまあリハーサルとかねいろいろ仕事あって、もう正直なんかなんだろう、もう体が追いつかなくて、もう本当に久しぶりにあこれやばいって立ってるだけでもう腰が痛いんですよ。そう私もともと腰痛持ちではなかったんですけど、なんかもう最近ね本当にもう立ってるだけで腰が痛くて、そうこれまずいなと思って、久しぶりにこんな体が悲鳴を上げてるって、そうやばいやばいってそう睡眠時間もあんま取れなくって、うん、そうそうそう
久しぶりにやばいなって思ったんで、今日お仕事終わりに、お仕事夕方終わったんですけど、整体行ってきました今日整体行った。うん、そう、さすがにやばすぎて体が、うん、そうそうそう、整体行ってもう大丈夫です。整体行ったのでもう大丈夫超気持ちよかった。うん、もう整体最高うん、もう今日はね体のケアちゃんとしたので、もう明日はもう超元気です私そうそうそう、めちゃくちゃすっきりしました。うん、そう、でも整体師さんに、もうやばいですよ体って言われた首めっちゃ硬いし、肩甲骨盛り上がってるし、肩甲骨めっちゃ盛り上がってるし、あと骨盤がすごいですって、もう体、それ全身じゃんと思ったんだけど、そう、もうガッチガチですって言われて、そうそうそう、でも今日ねほぐしていただきました。肩甲骨が盛り上がってるって何みたいな初めて言われたの、肩甲骨って盛り上がるんですかみたいな、そうそう、でもすごかったみたい、うん、わあありがとうギフト。そう、それでもう多分全てが腰に来てて本当に痛くて腰が、でももうね今日ケアしてもらったので大丈夫です、うん、そうそうそう、スマホ上すぎじゃね？え、わかる、なんか私も思ってたの最近、本当はもっと下にしたいんだけど、あ、消えちゃった、このスタンドリングライトがもうこれ以上下行かないんですよ、だからしゃあないしゃあないんですそう、マッサージやってもらうと凝ってるの分かる、そうみたいだね、やっぱさすがだよね、うん、そうだからよくほぐしていただきました、うん、そうだからこれは仕方ないんですうん、確かになんか画角どうしても上にしたい女子みたいになってるけど違います整体どれくらいの頻度でいく、どう、なんかあれかな、公演の時にそう、トレーナーさんがいてくださる時があるんですけど、そういう時は公演のたびにやっていただくし、んでも整体に行く頻度は本当になんかまちまちかな、2週間に1回くらい行く時もあるし、1ヶ月に1回行く時もあるしっていう、バラバラかな結構、うんですね。そう、これさちょっと角度変えたいなって思ってたんだけど仕方ない、本当はこんぐらいにしたいんで、私もできるものなら、でもライトがここにあるから、なんかごめんね、じゃあ今日ここでやります。そう、きつ、体がきついなと思ったら行く。パーカーかわいいでしょ？パーカー着てる、うん、いやちょっとめんどくさいな、うん、ちょっと整体師の資格取ってから何それ面白いんだけど、うん、そうそうそう、この間っていうか結構前だけど、トリートメント行ったらすごい調子いい、髪の毛がなんか最近ね、染めてからすごい体がね結構
体じゃない髪だ、やばい、もう頭がダメだ、働かない。そう、髪がめちゃくちゃ傷んできて、そうで、この間ちゃんとしたね、結構お高めのトリートメントしたら復活しました。超サラサラ、しかもめっちゃそのサラサラが保ててる、うん、よかった。体がサラサラじゃないよ、間違えた間違えた、もう言葉が出てこない。うん、そのサラサラね、明日さ、あの制服着るじゃないですか、髪型どうします？何がいい？何がいい？何がいい？うん、お高めは裏切らない、いや間違いないね、うん、ポニテ？ポニテ多いね、ポニテポニテツインツインポニテポニテ、もうポニテがツインじゃん。ありがとう、わかった、もう綺麗に半分に分かれてるね、ポニテとツインで、ポニテツインハーフアップ二つまげ、二つまげツインでいいじゃん、それツインなのよ、二つまげは三つ編み、あ三つ編みね、ツインツイン、クマお団子、あ団子かわいいよね、わかる、トリプルね、三つどこで、うん、アイロンスリッパーの時の髪型、ナナミ史上一番かわいかった、え本当に、ナナミ史上一番、そんな巻き下ろしかな昨日は、うん、あリンゴ、リンゴも可愛いよね、うん、じゃあなんかちょっと余裕があったら、あのいろいろやります、明日は、うん、メガネもある、わかる、メガネさつけたいんだけど私持ってなくて、メガネ、そうそう、ちゃんとしたやつ買いたいなと思ってるんですよ、伊達メガネ、うん、そうそう、メガネつけたいんだ、うん、そうそうそう、なんかおしゃメガネみたいなやつを買いたいんですけど、そうそうそう、メガネ見たい、ほんと、いや今耳に指入れてたんじゃなくて、なんか髪の毛触ってた、なんかここを耳の上をここ、なんかマッサージするとむくみが取れるみたいに言うから、そうそう、今ここずっとこうやってた、耳に手入れてるわけじゃない、うん、丸メガネと四角メガネ、どうだろうな、なんかさ、おしゃれな感じの丸メガネとかつけたいかも、うん、でも黒縁も好き、うん、そう、ツボみたいなとこずっとしてた、これ超気持ちよくて、うん、そうそうそう、丸メガネ持ってなかったっけ、いや持ってるんだよね多分、あれ持ってるっけ、持ってるか、持ってるんだけど、なんか全然本当になんか全然、そう、普通のメガネなので、ちゃんとしたちゃんとしたおしゃれなあのダタメガネを買いたい、うん、明日はギャル系と真面目系どちらですか、明日ね、これなんだろう、どっちでもないな、可愛い系珍しいかも、私がこんな可愛い制服着るの、うん、髪色明るく見える、わかる、なんかさ明るくなっちゃったんだよね、また染め直します、そう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 、明るくなっちゃった、どんどん、私意外とあの髪の毛に色が入りやすいし抜きやすいのかもしれないから、そう、ミニですか、
ミニだね。ミニだね、これ。ミニスカートだね、これは。みんなの大好きなミニです。楽しみにしてて。もう早く会いに来てね、明日。暗くする？髪？暗くする。うん。なんか明るいのはね、あんまり私は好きじゃないかな。個人的に。そう。暗めの茶色が好きです。うん、美脚じゃないけどね、私なんて全然です。今日は私ちゃんと湯船に浸かってめっちゃ寝ます。今日早く寝よう絶対。うん、そう、私明るめより暗めの方がね好きなんだ。うん、どうしよう、超楽しみ、おしゃべり会。わあ、嬉しい。みんな制服褒めてね。うん。明日本当に楽しみにしてるから私。まあいつもだけど。もうおしゃべり会がさ、あと2日と明日と10と11しかないの。もう。やだよ。だから私は本当に残りの3回。あのたくさん完売させていただいてるんですよ。だから本当もう悔いの残らないように喋りまくるので、もう皆さんも本当に寝坊しないでください。はい、もうすぐに会いに来てくださいみんな。うん、そう、いっぱい話そうね明日は。そう、最近さショールームもできてなかったから、そうそう、みんなとたくさん話したいです。うん、よろしくね。うん、一部9時からとか今覚えは鬼スケジュール。え、いやあれでしょ、握手会でしょ。そうなんだよね、今はさ一部おしゃべり会って一部が11時からなんですよ。そう、でも握手会の頃って一部9時からだったから。わかる、すごかったね。うん、でも早く握手会したいです。だから早く会いたいんですけど、でも明日はとりあえずもう一部から7部まで、はい、11時から皆さんと楽しみます。なのでよろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ今日はこの辺で終わろうかな配信。今日はいっぱい寝ます。今日もね一日ちょっと頑張りました。皆さんもお疲れ様です。じゃあめっちゃ寝ます、ありがとう。また配信しますね。おやすみなさい、みんなもゆっくり寝てね。おやすみ、ありがとうみんな、またね。すごい、今日視聴者数多くて嬉しい。またねー。